はい、皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。えー、今日もですね、久しぶりですかね、えー、賢い買い物シリーズということでやっていきたいと思うんですけど、はい、えー、今日もですね、早速いきましょう。はい、こちらですね。よいしょ、ということで、よいしょ。はい、えー、っとね、イオンで結構たくさん買いましたので、早速紹介していきたいと思うんですが、はい、まず一つ目ですね。 じゃんということで、はい、小餅のシシャもなんですけど、こういうちょっと加工品ってあまり買わないんですが、これね、あのー、裏側、ね、見てもらったら分かるんですけど、まあ、原材料がシシャもとあと食塩しかなくて、変な添加物はこれだと入ってなさそうですね、アイスランド産なんですけど。ということで、はいえー、こちらの小餅シし,しゃも、ね、半額ということで、えー、買いましたね。続いて はい、これも初めて、人生で初めて買いましたけど、はい、マッシュルームなんですが、これもですね、値下げということで、これ半額じゃなかったんですけど、100円なので、ちょっとどんなもんなんかなって、マッシュルーム買ってみました。おそらく、あの、カレーに入れるんじゃないかなと思いますけど、はい、買ってました。はい、続いてですね、どんどんいきたいと思いますが、はい、これはレタスかなはい、40円ということで、これもですね、 えー、見切り品ということで安かったので買ってみましたそしてこれも初めて買いましたがスイートバジルこれあの100円なんですけどこれあの沖縄県産なんですがこれは半額まではいかなかったかなという気が150円ぐらいじゃなかったかなと思うんですけどはいちょっと香りがいいんでしょうかね、はい、バジルですね、えー、買ってみました続いてああ本当だすごいいい匂いがする 続、はいてこちら、はい、レタス88円ということでこれも半額かなえ購入いたしましたそして、はい、チンゲンサイですねこれ40円ということでこれも半額でしょうかということでチンゲンサイも買いましたねさらには、はい、こちらですね春菊ですね春菊大好きなんですけど、はい、これも50円ということで半額になっていましたねはいどんどんいきますこれねすごいんですよ 大根、大根のなんか上のとこだけなんですけど、これ20円で売っていたんですけど、思わず、えー、大根をね、あの3つ買いましたということで、全部20円なんですけど、これ全部60円なんですけど、これで、えー、どうしようかなと思っていたら、えっ、ー、と、こちらですね。今日たまたまですね、ブリ、えー、ブリがですね、えー、ブリ大根用の、えー、ブリがですね、 半額で299円で売ってましたので、もうこうなるともうブリ大根しかないですね。えー、作ろうかなと思ってます。はい、続いては、はい、こちらですね。これ、あの、毎日ね、買い物行った時の夜はだいたいもうね、料理作るのめんどくさいんで、これになるんですけど、はい、今日も、はい、刺身ということで、はい、これは半額まではいかませんね。798円が558円ということで、はい、刺身セットをえ買いましたね。はい、続いて、はい、今度は、これも、 初めてかな人生で初めて買ったかもしれませんレバー国産豚レバー焼肉用ということでこれも64円ということで半額でしたのでレバーも買ってましたはいどんどんいきますちょうどねイオンで今6時半ぐらいに行ったんですけどどん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 ね半額シールが貼られていましたねはいということで、えー、豚のヒレ肉なんですがこれも半額169円ということで、えー、おそらくこれはカレーに入ると思いますはい続いて えー、行きたいいいたと思いますが、はい、こちら、えー、細切りメカブです、ね、こういうとろとろ系のものはね体にいいんですけどこれも99円ということで半額になっていましたでこれねめか系はあのー、買うときにね必ずき見てほしいのはここなんですけど原材料のとこにメカブと天ぷたれが別々になっているものを買うといいですねどうしても天ぷたれが入ってるともう、まあ、中にね染み込んでいるとそこに添加物が入っているケースが多い,いんですけどこの天ぷして別に 別梱包されてる場合は、たれだけ捨てればですね、えっ、ー、とこ、あのー、なんだで、添加物入ってませんので、えー、このねぶ、分離してるかどうかね、えー、見てください。大体ですね、味をごまかすたびに、もう最高に染み込ませてるんですよね。えー、そういうたれのやつは買わないということです。はい。そして、えー、っと、もう一個ですね、はい、こちら、いつも買ってますけど、バナナ。はい、これも150円ということで、えー、1、2、3、4、4本入って150円というバナナね。 えー、購入いいたたしましまととうことですねそしてあとは、まあ、ここからもいつも買ってるもんですけどはい、えー、平貝卵ということで、はい、こちらね6個入りでだいたいこれ240円ぐらいするのかなの卵とそして、えー、もうね最近もう本当にハマっていますけど生姜,、ね、生姜これだけあれば何回使えるのかな12345回ぐらい使えるかな、えー、使える生姜ですねえー、と そして、はい、豆腐。豆腐もね、えここ大事ですよ。はい、えー。原材料名、大豆、遺伝子組み換えではない。えー、そして、えー、凝固剤、これね、添加物入っちゃうんだけど、しょうがないんですよ。こちら宅、豆腐できないんで、入っちゃうんですけど、これは、国産ではないのかな国産って書いてれば、本当はいいんですけど、国産って書いてないので、国産ではない可能性がありますが、えー、こちらのね、豆腐。そして、納豆。 納豆今回はこれにしてましたが、はい、こちらにしてましたけど、はい、丸大豆国産ですね。えー、これ、遺伝子組み換えな、このね、あの分別生産流通管理済みってやつをね、ちょっと調べたいなと思ってるんですけど、どういう意味か分かる方いったら教えてほしいなと思うんですけど、あと、たれが別ですね。たれはもうね、あの別なんで使わないです。ということですね。あとは、はい、こちら、これも前紹介しましたけど、 オーガニックめんつゆ、これあのね、一応あの、トップバリューということで、イオンブランドになっているんですけど、あの、有機醤油と有機砂糖を使用して、鰹節と北海道産昆布の風味を生かしましたってものなんだけど、これね、いいのは、実はね、添加物入ってないんですね、有機醤油になっているんですけど、ここにね、ないんですね、有機砂糖とかあるんですけど、添加物一応ないということで、最近よくこれを買ってます。あの、2回目かな、えー、買ってます。 そしてカレーなんですけど、最近これを買ってますということで、植物素材の本格カレーということで、中辛なんですが、前も紹介しましたけど、こうですね、動物性原料とか、化学調味料とかこ、ね、酸味料とか着色料とか、香料とか入ってないというものですね、こちらのものを買っています。ということで、今日は以上になりますが、これではい、えー、っと、レシートを出して終わりたいと思うんですけど、 はいえー、先ほどですねイオンで買ってきました6時40分になってますね、はいえー、こんな感じになっているんですけど、えー、全部で3224円税込み3480円1円ということになっています、まあ、これでどうでしょう今週今土曜日ですけど、えー、来週の金曜日からぐらいまでは多分これで全部足りるんじゃないかなと思っていますけど、えー、こんな感じでですね、えー、料理をしていきたいなと思っています はい、ということでですね、あのー、いろいろね、こう気をつけて買い物をしているということで、えー、動画を撮っています。えー、専用の再生リストをですね、この動画の下の方からありますので、個、え、々、ー、の投稿もですね、よかったら見ていただければと思ってます。えー、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいします。ネットベストアナリスト横田修理でした。ありがとうございました。バイバイ。